なるほど。あとですね、顎の筋肉の鍛えるみたいな話あったじゃないですか。はい、逆に僕はエラボトックスって減らしてるんですけど、はい、なんかその歯医者さんに言われたんですけど、はい、噛み締めによってその歯が割れるリスクをヘッジしたいみたいな話があって、はいはい、その辺って結構矛盾する概念なんじゃないかなと思ったんですよね。はい、ああ、そうですね。噛み締め強い系の人だとそこはやめといた方がいいですね。噛む力強くするのは、うん、いい感じのバランスが大事だってことですね。そうですね。顎関節症とかってあるんですか？顎関節症ありましたね。ああ、なるほどなるほど。僕の場合は顎関節症になんでなったかっていうと、はい、バイクに乗ってた時のヘルメットが小さかったからっていう、はい、ああ、なるほど。それでなったみたいなんですけど、今は大丈夫ですけど。なるほどなるほど。見た目でもなんとなく分かりますけどね、こう張ってる人は大抵噛む力強いですし、うん、まあで僕はちょっとエラボトックスってほっそりしたんですよ。なるほど。力強くするのはもう本当入れば入れたけど噛めませんとか、あ、危険な人ですね。せっかく歯直したのにっていう。そんなもんなんですね。あ、そういう人もいますね、中には。もともと弱いということですね。だからやっぱ人によってその対策っていうのは違うってことですね。はい、結構違いますね。女の人の方が弱りやすいやつとか、男の方が弱りやすいとかっていうのもあったりしますね。あ、そうなんですね。はい、それも様々なんですね。はい、そうですね。もう男はもうね、痩せただけでだいたい嚥下がダメなんですよ。あ、そうなんですか。はい、大体皆さん、喉仏もこの辺にあるじゃないですか。大体みんな下の方に下がってきて、顎の筋肉もなくない、こう、たるーんとかき始めて、そうすると結構むせてきますね、男は。あ、そうなんですね。はい。その原因はやっぱりその全体的に筋肉が落ちてくる。はい、過去の論文とかその調べると、男の方がもともと筋力が多いから落ち幅が大きいとかもあったりするんですけど、男性ホルモンの低下なんじゃないですかね。ああ、それもあるんだ。確かにテストステロンとか入れると、はい、筋肉増えるとか言いますもんね。ありますよね。補充療法とかありますし。うん。僕持ってますよ。テストステロン。あ、そうですか。製剤。あんまり必要ないですけど。ああ。塗るやつですよ。あ、塗るんですね、それは。これは多分平行移住じゃないけど、なんかそういう感じのやつです。はい、テストステロンのゲル状の製剤です。はい、でこれだと、まあ、顎とか陰部とかに塗れば、そのまま吸収できるんで。はい、ただ、僕、ちゃんとテストステロン量も測ったんですけど、別に特に補充する必要はないっていう。これの対談でやって、一、はい、回試してみようってことで、そんなに別に足りないわけじゃないんですけど、やってみましたみたいな話なんですけど。はい、聞いた感じとかってありましたか？いやー、どうなんですかね。なんか、わかんないです。わかんないですけど、一時期、動悸がする、動悸っていうんですかね、不整脈なのかな。なんか、それまでいなかったようなストレス性のものがあったりとかしたんで、そういう時に塗るとなんかね、はい、解消されたりしましたね。はい、なんかホルモンバランス崩れてんのかなとか、そういうのはやっぱり僕も中高年なんで、うん、あるのかなとかと思って、これまでにはそういったことなかったんで。ホルモンバランスで言うと、女の人はい、で意外と嚥下悪くなってこないんですよ。うん、なんか男性ホルモン優位になるからですか？あ、そうそう、まさしくそうだと思いますね。女性ホルモンにかなり抑えつけられていた男性ホルモンのあれが、はい、だからそれはそのホルモンのこのテストステロンの先生と話してた時に、なんでおばちゃんあんな元気なんだと。はい、まあ、閉経後に男性ホルモン優位になるから、あれは思春期が来てるんだよって言われて。ああ、なるほど。男性のなんか男子高校生とかと一緒なんだと。それは確かに活力に満ち溢れてるよね、みたいな話をしてました。本当ですね。あ、それはある気しますね。女の人だと、そこで骨粗鬆症とかがあって、姿勢がこうぐやってなってくるじゃないですか。はい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 。ああいうふうになんなければ大抵大丈夫ですね。ああ、なるほどね。だから、ビタミン D とか、大事なわけですね。いや、大事だと思いますよ。こうなってくると、まあ、ここが伸びちゃって、そうするとむせやすいもあるし、上半身がギュッと圧迫されて内臓の位置とか変わっちゃうんですよね。言いますよね。腰が曲がってくるとね。あ、そうです、そうです。あと、あれって言いますよね。身長が下がるのは、はい、もう、圧迫骨折してるって言いますよね。そうです、そうです。もうみんなもう背骨潰れてますよ、ああいう方たち。だから腰痛いんですよね、ずっと、ね。そうです、そうです。腰痛いし曲がるし。はい。うん、あと、逆流も出てくるし。逆流って何ですか？胃に入ったやつ。ああ。胃が横隔膜より、下にあるじゃないですか。はい、ですけど、お腹の圧力がギュッて上がっちゃうと、食道肋骨ヘルニアとか言って胃がちょっと上の方に上がっちゃって、それによってこう逆流しちゃうみたいなと思います、ね。はい、はい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 。そもそもそんな姿勢だとこう肺も膨らみづらくて呼吸が浅くなるとか、あ、血
こうなんか姿勢が悪くなってくると嫌な影響が、いわゆるおばあちゃんみたいな影響が出てきますね。なるほどね。それもすごい問題ですね。そうなんですよね。思春期に体幹を鍛えてもらわないといけないかもしれないですね。基本的にその体幹のトレーニングとか、